おっす、オラネギシコということで今日やってまいりましたよ。まあ恒例のね、キャバ散歩シリーズ in 三重県編ということで、また来たでしょ、ローカルなとこで。今日はなんと本庄君のね、チャッピーハッピーアンラッキーでーすもね、一緒に来てんのよ。チャッピーチャッピー、どうも。もうこの人のお父さんが俺の命の恩人。まあ後でそれを話すわ。まあということで今日は三重県に来てんだけど、三重県ってさ、寿司が県庁所在地でしょ。まあそのちょっと離れたところに松坂市があったりとか、まあ俺なんかは明日用事があるのは伊勢志摩なんだけど、伊勢志摩までここからまあ40分ぐらいかかるよね。まあ三重県の繁華街って県庁所在地がさ、津市だからさ、津市に飲み屋街が多いく思いがちじゃん。でも違うんだって、松坂市なんよ、キャバクラとかそういう飲み屋があるの。だからまあ今日は三重県伊勢志摩とかに観光来た人たちが夜どっか飲み行こうぜと、キャバクラ行くときにご飯屋さんとかキャバクラとかね、失敗しないようにどこのお店がいいのかっていうのを今日はね、自ら選びながら伝えていければなと思います。ということでまあ1軒目はね、ここ今日選んだご飯屋さん、小一さん、海鮮系のお店だね。本当は松坂だからさ、松坂牛が良かったんだけどさ、アンラッキーがさ、ビーガンということで、あの肉はまあ食えないんだ。でここで行きたいと思います。小一さんね、いただきます。なんかみんなが一番気になるとこだと思うんだけどさ、さっき俺あのサッピーチャッピーアンラッキーのお父さんがさ、命の恩人だって言ったじゃん。実はね、俺小学校2年生の時に一回死にかけてんのよ。サッピーとは小学校1年生の時に出会って、サッピーのお父さんがね、あの日曜日に市民プールにあの遊び連れてってくれたの。でサッピーと俺ってめちゃくちゃ仲悪かったのさ、小学生の頃。でもサッピーのお父さんが連れてってくれて、でサッピーも俺もさ、小学生の頃って身長がこんぐらいしかなかったよね。ね、市民プール行って流れるプールでさ遊んでたらさ、足がちょっと届かなかったのよ。だからここにジャンプしながらやってたんだけど、もう流れに飲み込まれちゃって排水溝にはまっちゃったんだよね俺。で溺れたのさ。すぐにサッピーのお父さんがガッとここに引き上げてくれて助けてくれたんだよね。でそれで俺は一命を取り留めた。あの本当に死ぬとこだった、もう視線を見たって時で、その時に俺決めたの、小学校2年生の時に、これはサッピーのお父さん誠に救われた命だと。だからこれは誠にこの恩を返すんじゃなくて、誠の孫の代まで俺はこの恩を返し続けようと思って、だからサッピーのことは嫌いでも大事にして、でサッピーのこれから生まれてくる子供は正直 なさそうなんだけど、仮にそうあったとしたら、まあ、その孫の代までは大事にしてこの恩を返していかないとなっていう、本当に本当の話だね。いい話なんですけどね。もうチケって。うまいんだよね。おいおいおい。あ、孫悟空。うまいよ。ごちそうさまでした。お父さんごちそうさまでした。いやーうまかったね。ということで三重県松坂市のキャバレーの方にね行って美女発見していきたいと思います。でここがこの通りの、ここの通りみたいですね。おこれのジャッキー、とりあえず行くのがこの左クイーン、ね、ジャッキークラブスイートっていうのがあるんですね。マジで、ありますありますあります。じゃあとりあえずここら辺で行っておきましょうか。はい、ということでね、さっきの正一さんからめちゃくちゃ近かった、車で1分ぐらいのとこなんだけど、まあ、ここが三重県松山市の愛宕町通りっていう、この通りが松坂市のキャバクラ街になるらしいんだけどね。もう今俺の頭の中にこの浮かんでるのは点点点っていうやつですわ。だって店全然ないじゃんね。それもありました。まあちょっとこの辺ね、ネットでリサーチしてちょっと良さそうな店あったんで、ちょっと一軒まずサクッと行っちゃおうか。とりあえず入ろう。行きましょう。じゃあちょっと早速行ってみたいと思います。まだオープンしたばっかだから。はい、ということで1軒目、クラブスイートの VIP ルームに入ってみた。女の子7人ぐらいって言ってたね。まあ、やっぱりコロナ禍だからまあね、出勤絞ってんじゃないのかな。はい、じゃあ、乾杯。あ、ごめん、なんか飲んでた、とりあえず。ごめんね、あ、忘れてた。ありがとうございます。いただきます。誰が乾杯？それが違う。乾杯の音をさせていただく大物方、乾杯じゃ！乾杯じゃ！はい、はい、カノペイ伝説。2本目の動画です。はい。そう。ネギシコさんが。いや、まさか俺このキャバクラで、はい、あの YouTuber のねカノペイ伝説さんに会えると思わなかったよ俺。次どこだっけ？そこが予約しかない。今の店は結構良かったけどね。
街はまあだいぶディープな街よね。温泉街みたいな。うん、なんかわかるわかる。なんか伊香保温泉って感じだね。なんか心なしか温泉の匂いしない？カエラさん来ました。お店の名前がいいね、カエラ。モデルみたいな子がいたよ。顔は映らないけどね。ね。どうしたか。まあ本当にこれは個人的なね、俺の好みの問題だけど、基本的に俺 BGM がでかい店好きじゃないよね。あと照明が暗い店も好きじゃないよね。俺結構暗かったんだよね。うん、あんまり良くなかったと。俺はね、まあ、暗い店がほら暗くてさ、ブスでもごまかしながら見たいって人はいいんじゃない別に。ブスでも可愛く見たいよっていう人はいいんだよ。気分悪くなるな。あとあの女の子でさ、あの締めもせないのにあのダラーンって背もたれについて女の子見るとムカつくんだよね。どうするサッピー、なんかある？ちょっと気になる見て落としてやってるんですか。まあ、結構お店はねやっぱりコロナ禍でねやってない店が多いみたい。でも、まあ、この辺がいいんじゃないみたいなとこはまあ行けたんじゃないかな。おすすめできるようなとこは。でもう少しね、こうなんだろう、水商売っていうジャンルのレベルを上げた方がいいね、街的に。あ、ここです。よく見つけたじゃん。まず離れる。じゃあ本店ではない。ここじゃないと思う。ちょっと上げてみます。いや聞いてみて。オカマだったもん。だってボンクレボンちゃんあんじゃん、ワンピースの、うん、の黒壁紙があったからオカマバーなんじゃない。どうなんですか。だからサッピーがオカマと、ま、持ち帰ってくれないでいいけどさ。そんな持ち帰る前提で。そんな前提で店入ったことないわ。持ち帰る前提で。誰がボンちゃんやねん。でけえ顔が。さあゲイバーです。でしょ。やっぱりオカマだったんだ。ただダメなんだ。さあどうする。ということで路頭に迷いましたよ。佐藤君どうですか。その看板のその、看板から見てやばいもんね。気をつけて。あ、どっか入ってみんのも冒険じゃないですか。ランズバーとかなんか。じゃあじゃんけんで負けた人が冒険で一軒あれするっていうのはどう。もう自分の感覚、店名見て、ここに行ってみようって、店名見て看板見て決めるっていうのがオッケー。最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。俺ちょっと負けたい。しゅんすけ、よし。ちょっと上げてみたいよ、ね。うん、そうだね。街歩くのはありじゃない？こうやってなんか、うん、発見があるかもしれないもんね。コロナ関係なかったら結構楽しそうな街だよね。なんか個人店としてやってるんかもしれないよね。まあでもあと店って言ったらあれじゃない？その最初に行った店に戻るか、さっきの店に戻るか、この新しく熟女キャバクラとかに行くかとかの。どこ行くんですか？なんか熟女キャバクラをちょっと覗いて様子を見て。盛り上がってそう。あの熟女キャバから来たね。お母さんはおいくつですか。お母さん58。嘘でしょ。いや58歳にしては綺麗。お母さんって言っといて。いや58歳じゃおばあちゃんだわ。俺のどうした。いいめっちゃいい写真。あ、かわいい、かわいい。俊介はこのお店で出会ったさあやちゃんって、さあやちゃんってこう持ち帰るらしいの。で彼女もさやかちゃんだから、こ寝ててさ、寝言でさ、さあやさあやって言ってもさ、彼女にはバレんもんね。疲れちゃうんだって。やだよ。話題かけるから俊介に。俊介ね、俊介の話題かけるんだってくれ。大モザイクじゃん。とりあえずこの中の男性誰がタイプかっていうのを、もう横についてるとかなく、もう抱かれるならこの人みたいなの。むずいな。むずいけど決めてよお母さん。それは夜のことも想像しながら決めて、今日抱かれるな。まずさっつんから、さっつんから。おお、え、じゃあ理由聞きたい。理由は直感。おお、さあさあちゃん、やれ。以上。まあ、じゃあライオンです。ライオンです。ライオンですは？やりたくないよ。理由は？顔かわいい。顔かわいい。おナイスナイス。まあ、まあ、別にいいよ。こんな俺たちからさ、こまごましたひょうなんかいらんわ。こまごましたひょういらんわ。問題はお母さん。お母さんが何て言うから。ちょっと言っとくよ。お母さんからの一票が全てだから。こんなんめちゃくちゃ重い。悪いけどおかず以外の今日なんて小銭だから。真剣に自分がバッ。なんで理由は？
話も面白い。来ました。総取り総取り。三重のキャバクラ何軒か行ったけど、なんかいまいち盛り上がりに欠けてた。うん、でもここに来て、あの一生懸命盛り上げようとしてくれてる。この明美と。明美ちゃん。明美チルドレンが一生懸命頑張ってくれてるから。これじゃあ三重一ってこと？三重ナンバーワン明美ファミリア。はい、ということでね。いやー。疲れたけど楽しかった。もう今深夜12時か。三重県松阪市のキャバ散歩ね。まあおすすめで言ったらね、まあ何をみんなが求めるかによるけど、本当に若い子とかが多くて可愛い子とかがレベル高かったなってお店はスイートってとこは結構まあ良かったなと思う。まあ、あと今ちょっと時期的にやってなかったから何とも言えないけど、なんか盛り上がりたいとか本当にふざけてパーッとやりたいって時はミセス J は結構熟女で、29歳から59歳までのかなり幅広い年齢ですもんね。子たちが揃ってるお店があったんだけども、そこ面白かったよ、結構盛り上がった。まあ何が面白かったかって、俺が面白さを引き出してやってるんだけどね。まあぜひ行ってみてください。三重県松阪市キャバ散歩シリーズでしたということで終わりにしたいと思います。ここからホテルに帰りたいと思います。1時間かけて。チャンネル登録とね、SNS の効果よろしくお願いしますということで、おやすみなさい。バイバイ。はい、それではね、皆様ホテルへ向かって出発したいと思います。空調がですね、暑いよ寒いよでしたりですね、トイレの方にね、寄りたいよ、コンビニによって何か困らせてよとかありましたらですね、ぜひぜひともご遠慮なくお気軽にお申し付けくださいませ。それでは夜の伊勢志摩までの旅お楽しみください。お願いします。私が運転したいと思います。